はい、プロギアサイエンスキット宮川です。今回はレベル5ですね。まあ、プロゴルファーもしくはハンデ3位以内の方々も、もうですね、ある程度スイングが完成されているので、なかなかですね、映像分析だけではどこがいいのか悪いのかっていうのも、把握できない、だんだんこういうですね、モーションキャプチャー、まあ、体の動きを、まあ、数値化してですね、まあスイング管理に生かしていくという、まあ、こういう時代に、まあ、もうすでになってきていると思います。ここにあるのは、ある女子プロの、スイングなんですけれど、まあ、我々、サイエンスキットで重要視しているのは、今グラフが、出てきたんですけれど、腕の回旋ですね。腕がバックスイングから何度ぐらい回って、で実際何度戻ってるのか、で今までデータを取るとやっぱり60度回ったら60度戻ってる人の方がやっぱりボールは非常にこう曲がりにくいってことが分かったので、まあこの腕の回旋も今はですね、数値で取れる、グラフで取れるようになります。でもう一つは、骨盤、腰の回転ですね。腰の回転でプロでも調子悪くなると骨盤がですね、少しこう前に出たり、少し逆に言うと回りすぎたりですね、してしまいます。これを調子いい時データを取っておくとですね、自分の調子いい時の動きに早くですね、数値を把握しておくと戻せますので、こういうですね、モーションキャプチャーを使ってですね、スイングを、数値化する、時代になってきています。まあ、我々多くの、プロゴルファー、アマチュアゴルファーのデータも、取ってきてますので、この辺で腰と、腕の回旋が非常にスイング作りには、大事だということが、分かってきました。実際これはプロだけではなくて、そのデータをもとにですね、今回の5ステップ初心者からですね、100ギリゴルファーも、こういうデータを取ったことによって、まあ、早くですね上達する、スイングの壁が見えてきましたので、皆さん、それぞれのレベルでですね、早く、壁を破ってですね、ゴルフ上達に役立ててほしいと思います。